クラムアンティバイラスとはオープンソースで提供されているクロスプラットフォームのアンチウイルスソフトウェアである。クラムアンティバイラスの開発プロジェクトではメールゲートウェイで電子メールのウイルススキャンを行うことを開発目標の主眼としている。当初ユニックス用として開発され、その後 X、BSD、HP、UX、Linux Open、OpenBems、MacOS、 オセフおよびソラリスに移植されている。Windows にも、現在では、クラマブ a Windows、クランウィン、ムーンセクユレイブなど、多くの派生版が移植されている。主に、メールサーバにおける、サーバサイドにおける e メールウイルススキャンの分野で広く、利用されている。従来より、常駐監視機能が、標準実装されていなかったため、常駐監視としては、 ダズコクラマッコを利用したりクロンドのジョブとしてフルスキャンを実施する方法が一般的だった。しかし2013年9月19日にリリースされたバージョン0.98からはファノタファイを用いた監視機能が実装されたため2.636以降のリナックス等ではダズコモジュールを用いなくても任意のフォレダの常駐監視が可能となった。その他 Mac OS 版のクランキシブでは、クランキシブセントリーを常駐させることができ、任意のフォルダなどを監視させることが可能である。また、Mac OS 0サーバー10.4対外以降には、クラマブが標準で含まれている。その他、常駐保護機能を持つものとして、クラマブ 4Windows や、ムーンセクユレイブなどの派生版がある。クラマブには次に示すような3種類のユーティリティが、 含まれる。コマンドライン版スキャンツール、データベースアップデートツール、マルチスレッドで実行可能なデーモンである。また、センドメールのメールフィルタリング拡張コンポーネント機能を持っており、オンデマンドのスキャンを行える。さらに、ZIP やタール、g ッ p といった圧縮ファイルや、Microsoft ィスで作成されたファイルや、PDF ファイルもスキャンすることができる。ウイルスデータベースは、 最大1日数回アップデートされ、2011年7月20日現在では100万66件のウイルスパターンを保有している。クラマブ0.1031パッチリリース。2021年3月6日閲覧。About Us。clamav.net。2014年5月30日閲覧。 開発元ホームページ http コロンスラッシュスラッシュ www.clamav.net スラッシュにて確認。ありがとうございます。